お疲れ様です。ありがとうございます。はい、じゃあ最初に高校名と学年と名前をそれぞれ教えてください。はい、菅高校の高校3年生久野里雫です。菅高校の高校3年生小松原優太です。ありがとうございます。では2人にどんどんインタビューをしていきたいと思います。まず今回の作品のジャンルとテーマを教えてください。今回はガールズというジャンルでヘビをテーマにして踊らせていただきました。そしたらその作品はどのようなメンバー構成で行われてたんですか？3年生5人と2年生6人の合計11人で踊りました。そうなんですね。2年生と3年生で、はい、ありがとうございます。では次にすごい衣装が可愛くてこの高校に私声かけてしまったんですが、このヘアメイクと衣装のポイントをそれぞれ教えていただきたいと思います。じゃあまず衣装を教えてください。衣装はテーマがヘビなのでズボンをヘビ柄にして、体のラインが出るようにレースにしたのと、少し目立つようにゴールドのスパンコールをしてました。いやもう女の子の可愛いがマジ詰まってる衣装すぎてすごく可愛い。そしたらじゃあヘアメイクも教えてもらってもいいですか？はい、ヘビをテーマにしたので、この髪の毛のうねうねとかでちょっとヘビ感を出しつつ、なんだろう、目つきがあるようにというか、ちょっと強いヘビっぽい子を演じたかったので、後ろで少し三つ編みを3本くらいつけたのと、まあ、少しキラキラさせたいなってなってシルバーの柄も入れました。そうですね。私それよりおでこのこのおでこのヘビ柄をイメージしてるんですか？はい、この細かいところまでちゃんとポイントがあるのがすごく素晴らしいなって思いました。そしたらこれで質問以上になるので最後交換する。ありがとうございました。